どうも皆さん、佐久間まゆの魅力を伝えるべくやってまいりました。佐久間まゆ担当プロデューサーの PO25 と申します。今回私のこの話を聞いていただきます、いただいてですね、佐久間まゆの魅力に気づいていただければいいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。では行きましょう。ということでね、じゃあ佐久間まゆどういうアイドルなのかと、まあちょっとプロフィールの方だね。プロフィールは見ていいからね。 なんだその見ていいって理由ルール ね、キュート属性のアイドルでございます。 B 型153センチ40キロ。40キロ 軽くない え、16歳の9月7日生まれ乙女座、いいですね。仙台出身ということで、ちょっと、ね、セブファンは仙台って聞いてしまうと、いろいろと、いろいろあれなんですけれども、今回は、マヨの出身地ということで、仙台という言葉をね、使わせていただきます。まあいいや。で、どういうアイドルかと、もう一言で言うと、私の趣味 もうこれは使っちゃおう、このこと。ヤンデレっていうね、本当にこう、愛してくれるというのはありがたいことですので、もう、素晴らしいアイドルでございます。ヤンデレっていうね、この良さ、皆さん分かってくれるんじゃないでしょうか。本当にもうね、ただ手首に巻いてるリボンがその限界感を強めてるのいいよね。めちゃくちゃいいよ。眉のことに関しては、眉好きで全て終わらせてしまう節があるんですけれども、それは良くない。そうなんですよ。眉はね、いろいろこう日記をつけていたりとかして、ね、プロデューサーとの出会ってからの日記って言ってね、デレステの、あれでもね、その10冊行ったんですよって言って、うずきがすごいですねって言って、あの漫画大好きなんだよね。うずきがすごいですねって言ってるんだけど、実はあれなんか、あれらしいですね。会ってからまだ数ヶ月ぐらいしか書いてないみたいな。のに10冊行っちゃったみたいな、そういう話もね、するわけですけれども。本当にそのくらいね、こう、プロデューサーのことを愛してくれる。そう、やっぱり、あっちが愛してくれれば、こっちも愛しがいがあるなというのが個人的な、気持ちですので。やはり、ね、相思相愛が一番です。ただですね、眉、このね、ヤンデレっていう属性から、すごくこう、勘違いされることが多いと言いますか、どちらかと怖がられてしまうことが多いんですけれども、実はね、眉は本当に真面目な子なんです。もうね、すごくこう、仕事に対して熱心にこう、入り込みまして、どうしたらいいんだろう、こうしたらいいのかな、みたいな感じですごい考えて行動できる。優しいんですよ、眉って。本当に普通に優しい子なの。もういろいろこう、周りに気にかけてね、やってくれたりとか、ね、例えば、パレットコミを私読んだんですけれども、京子ちゃんと一緒にね、そば作ったりなんかっていうのは、本当にこうね、藤原はじめさんと、まゆるとね、京子ちゃんがこう、そば作ったりなんていうのはね、本当にこう、優しさが溢れてるって感じですし、ユットメリキウェイのコミもちょっと読んだんですけれども、そちらではですね、こう、悩みながらね、こう、周りをね、どうにかしてこう、相手がひなこさんだったわけですから こう、どうにかひなこさんを引っ張ろうと。そんな中でこう、ね、しっかりこうね、考えてどうすればいいのかなみたいな感じで、本当に真面目で優しい子なんですよね。で、そういうところのギャップもまたこれ一つね、強いなといった感じのが、佐久間まゆに対する私のこの魅力かなと思っております。私がね、デレステ好きなカードを上げさせて毎回いただいてるんですけれども、まゆで好きなのは、トリートはトリートの特務かな。あれはすごい好きですね。似合ってますね。黒い衣装は似合うっていうところも、また個人的にはすごくこう、ドンピシャというか、眉が個人的にイメージカラーが黒混ぜたピンクみたいなイメージカラーなんですよね。自分の中でね、自分の中でのイメージカラーは黒混ぜたピンクみたいなイメージなので、すごいこう、黒混ぜたピンクとか、結構先日私の動画の方で発覚したんですけど、私結構その黒めの衣装好きだなというか、何 となく発覚しまして、それでね、眉がドンピシャに似合うんですね、トリックオアトリートの特訓後が。こちらもいい。ほんで、魔女というのはね、眉めちゃめちゃ似合うね。ただ、特訓前の話になりますと、私、重いプレゼントっていう、カードが好きでして、あれもいいよね。なんかこう、いろんな解釈ができるっていうのがまたこれいいなと。ね、こうプレゼントを普通に渡してくれてるっていう解釈もできるし、実は中にこうカメラとかやべえ薬みたいなの入ってて、それをね、渡そうとしてくれるっていう考えると、もそれまたね、面白いところかなと。すごいこう、愛してくれてるんですよね、毎日ね。そう。いや、そういうところが好きですね。そんな感じでございます。ということでね、佐久間まゆの魅力が伝わったらね、私としてもこう押していただいて、前回の総選挙がですね、前5位とかだったんですよね。で、その前回の選挙の
ガチャガチャがありまして、現実の方ですね、ガチャガチャがございまして、その上位10人がラバストになったやつっていうので、発売されてましてね、私偶然見つけまして、あ、眉がいると思って、眉欲しいなっつって、まあいろいろ10分の1ですから、そう簡単に出ねえなと思って、ガッて引いたらね、眉来たんだわ、運命力 一発眉、いや、うわーっと思ったもんね、運命力、はい、ありがとうございました じゃあね。